向こうは普通に手を挙げるもん。すいません、それどういう意味ですかみたいな。でみんな笑うんだよ。あいつそんなのも分かんないなって。でも当たり前じゃん、分かんないから知りたいじゃん。分からなかった時に自分から行動聞きに来ない、聞きに行かないと教えてくれないよ。 OK、 いい。みんなに一個勘違いしてほしくないのは、サッカーは学校じゃないから。学校っていうのは行かなくちゃいけない、行かなくちゃいけないわけじゃないと思うけど、学校は基本的に、行くものじゃん、ね、だから多分勉強がすごいできなかったら学校の先生は必ず、よしじゃあヒロ君勉強頑張ろうな、いや多分やってくれると思う。でもサッカーは平等じゃないから、わかる。でわかる、運動会もそうじゃん、走り一番の子もいれば一番遅い子もいるじゃん。平等に全員でゴールしようってコーチはあんま賛成派じゃないんだけど、なんでかって言ったら頑張ってる子が頑張んなくなっちゃうから。走るの練習頑張ってるからあの子は一番になって嬉しい、努力してよかった、また努力しようと思えるわけ、ね、今のこの練習も一緒なのさ。分からない、聞きに行かない、じゃあずっと成長しないから。分からなかったら自分からどん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 聞きに行く、コーチさんにも言うの。 OK、 はい、今一番みんなに足りないことだ。全然恥ずかしくない、どんどん聞きに行っていい。コーチのドリブル塾以外でも一緒、自分のスクール、学校の勉強も全部一緒。分かんなかったら聞く、全然恥ずかしくない。コーチなんかそうだよ、ドリブル塾始めていろんなさあ、なんかよく分かんない、すごいヤフーとかもそうだけどさ、会社とか呼ばれて話すじゃん、全然わけわかんない、わけわかんないこと言ってんの話して、でもみんな隣の人がさ、おーおーおーって話して、コーチだけで分かんない。コーチ普通に手を挙げるもん、すいませんそれどういう意味ですかみたいな。みんな笑うんだよ、あいつそんなのも分かんないよ。でも当たり前じゃん、分かんないから知りたいじゃん。でもそれをその場で我慢、恥ずかしいって言って何にも聞かなかったら覚えられないの、コーチは。分かる。でもコーチはすぐそこで聞くからすぐ覚えられるわけね。だからみんなも分かんなかったらすぐ聞くこと、今すごく今の練習見てて思った。やってることも難しいけどみんな覚えられるからすぐ聞けばすぐできる。 OK、 はい、一回水飲んで。